有限会社ヤマトは、鹿児島県熊毛郡南種町に本拠地を置く、ホテルレジャー事業会社である。2004年からは、バス事業にも参入していた。なお、同県内で、チェーン展開するスーパーマーケット、大和とは、無関係。現在ホテルは閉館し、バス事業は別会社に譲渡している。種ヶ島のヤマト温泉ホテルを保有、運営する。ホテルは5階建て。 南種町商工会の公式サイトによれば、ホテルに温泉浴場があるのは種ヶ島で唯一という。温泉浴場は別途になっており、入浴だけの利用も可能である。2019年12月22日閉館。路線バスのバス停案内場は、路線バスを台和バス、貸切バスを大和観光バスとしている。2020年1月に事業を有限会社は人組に、 以降は、大和バスを参照のこと。以下の内容は、ヤマトとして営業していた頃のものである。主な路線なかたね調サイトに、掲載のバス時刻表では、西の表港では、コスモラインの運行による、高速船、ロケットフェリー、プリンセス若さとの接続として掲載されている。これは、公式サイトのアクセス方法においてもコスモラインの、 船舶利用と書かれていることからも伺える。全路線が大和温泉ホテルを経由するわけではない。車両貸し切りバスでは大型5台、中型1台、小型1台の車両が在籍している。路線バスは全て譲り受け車である。その他事業。ありがとうございます。